はい、どうも。えー、っと、えー、そうですね。と、学校の先生の盗撮、47都道府県の道の、まあ、宮城県なんですけど、えー、まあ、男性教諭がですね、女子トイレなどをですね、盗撮して、えー、懲戒免職だそうで。あれ、なんか、逮捕とかされてるのかなちょっとわかんないですけどね。まあ、今回、まあ、 こんな感じでやっていこうかなってとこなんですけど、えー、なんかですね、女子トイレの、勤務先の女子トイレとですね、あれ、勤務先の女子トイレとですね、えー、男子トイレにですね、小型カメラを設置して、 みたいな感じの事件らしいんですけど。で、まあ、えっ、ー、と、いろんな人にですね、迷惑をかけてやろうと思ったっていうことらしいんですけど、はい、えー、まあ、学校の先生なんでね、まあ、まあ、いつも言ってますけど、取らずにはいられないんでしょうね。で、えー、これはですね、えっ、ー、と、バレてしまって、捕まった、もうほんと氷山の一角みたいな事件なんでね、えー もうほんと実際の盗撮はですね、ええー、この数倍はくだらないであろうとですね、思うよってことで。で、まあえっ、ー、と、小学校の先生なんでね、えっ、ー、と、勤務先って言うとですね、まあ勤務先の、勤務先の女子トイレって言うとですね、えっ、ー、と、まあ小,小学生のトイレってことで、ええー、で、なんでパレたかっていうとですね、あの、ええー、 ん何だったかな女子児童がですね、えー、ま、トイレの個室でですね、えっ、ー、と、カメラを発見して、えー、で、ま、先生が設置したっていうのが分かったんですかね。えー、で、なんか、えー、ちょっと謎なんですけど、男子トイレにもですね、あのーうん、カメラを設置して撮ってたとか、まあ、うーん、 どっちでもいいのかななんかいろんな人に迷惑をかけてやろうみたいな感じのことを言ってたんで、まあ、やめていただいてよかったなとは思うんですけど、はい、これが、女子トイレだそうなんですけど、こんな綺麗じゃないでしょ学校のトイレって。こんな綺麗じゃないでしょうこう。こ,こ、このぐらいでしょ学校のトイレって。 だけどね、最近あの、小学校とかもなんか建て替えとかやっててね、結構綺麗なとこが多いからね、えー、わてくしの、<coughs> わてくしの想像するトイレとはですね、ちょっと違うかもしれない。こんな感じだったらですね、これシャワーじゃねえか。<laughs> なんかね、もっとですね、汚い、汚いのがですね、女子トイレなんですけど、最近は綺麗なのかな 私は知らないですよ、女子トイレは。入らないでね。はい、ええー、まあ。私もだいぶ麻痺してきてまして、あの、学校の先生がですね、もう、いろんなところにカメラを設置して撮りまくってるっていうのをよ、なんか最近やってるんで、なんかですね、えっ、ー、と、今回、まあ、女子、女子小学生のトイレに、 カメラを設置ってことなんですけど、えー、なんかこう喋ってて分かるんですけど、こう、なんかですね、魂、魂っていうかですね、うーん。な、なんですかね、けしからんみたいな感じの、もうちょっと強、強めの言葉をですね、吐いてもいいような気がするんですけど、こう喋ってて分かるんですけど、もうなんかね、慣れてきてるような感じがありまして、はい、えー、と、とにかくですね、まあ、 と,とにかく多くてですね。もうバレてるのはもうほんと氷山の一角っていうところで。はい。えー、で、宮城県ってことなんでね。えー、伊達政宗ぐらいしかわかんないな。これ何なんだろう。<laughs> でもあれだね、行くの険しそうだな。はい。もう伊達、伊達って感じですね。あれサンドウィッチマンの伊達三清ってこの伊達の 流れを組んでるのかなってちょっと思ったけど。はい。まあ、今回ですね。まあ、女子、女子小学生のトイレにですね。えー、カメラ設置ってことで、まぁ、あ、えー、私的にですね、なんか、またかって感じなんで、その、はい、また、またありましたよってことで、まぁ、あ、学校の先生なんでね、カメラを設置せずにはおられないのでしょうってことで、はい、今回、 以上です。